宇宙世紀ダブル連邦軍主力艦隊によるソロモン攻略戦、ソロモンの突破。我々第16独立戦隊サラブレッド隊は月面基地グラナダからのソロモンまたはアバオワ空への増援部隊の殲滅が任務であり、そのために先行行動能力の装備と高機動型モビルスーツガンダム4号機とガンダム5号機が、そしてついにソロモンとアーバオア空へ向けて発信したジオンの増援艦グラナダから我々の姿をこちらのフォルドにと私たち、それが空閃光の果てに出てるぜ。戦場には勝者と敗者しか存在しないのさ。了解。今度こそやってやめておきな。お前さん思想が出てるぜ。たまには熱くなるのもいいだろう。バーニングファイヤー。これでどうだ。目障りなのよ。しまった。お前なんて俺ひと少し、あと少しなんだ。持ってくれよ G04。 メガ粒子の縮体確認。メガビームランチャードライブ。いけー。それでも無駄死にではないよな、フォルド。あの時、一瞬の閃光が起こした出来事を私はすぐに信じることができませんでした。確かにルース中尉の G04 から発射されたメガビームランチャーは敵の艦隊を壊滅したのです。しかし私はただ敵艦隊を壊滅、まだルースただ一人、フォルド、ルースとのお別れにもとうとう来なかったわね。あんなものただの空っぽの棺に花を詰めて宇宙に流すだけのことじゃないか。フォルドは単にルースの死を認めたくないだけじゃないの？うるさい！もう俺はガンダムになんか乗りたくないんだ。フォルド、怖いんだよ戦闘が。もう今まで戦いが怖いなんて感じたことはなかった。戦争で人が死ぬのは当たり前だと思ってた。でもルースがいなくなって漆黒の空を一人きりで漂う恐怖に、次に死ぬのは俺かもしれない。そんなことを考えると息が詰まる。いつもルースは俺を導いてくれていたんだ。師匠、なのに奴は死んでしまった。俺を見捨てていっちまった。これから俺は一人でみんなを守らなきゃいけないのに。うぬぼれないでよ。誰が一人でみんなを守らなくちゃならないってバカにしないでよ。みんな必死で戦っているのよ。それなのに悲しんでいるのはルースよ。彼は仲間たちに戦う意思を伝えようとしたのよ。戦い抜くことがみんなの幸せへの近道だと信じていたからだわ。そして誰よりもルースがそのことを伝えたかったのは、彼がその心を受け継いで欲しかったのはフォルド、あなたのはずなのよ。ミユ、そうだよな。俺はミユ、いろいろとごめん。俺はそして我々、そこで時代は私たちが受けたこの任務。和平。な動きじゃこの俺についてこられないぜ。俺の邪魔をするカスどもは全てなぎ払ってやる。さてガンダム、今度こそ必ず。そんなんで俺とやろうってのが。甘く見ないで。悪いけど。第16独立戦隊に下ったダルシア・バハロ戦争を終わらせる。しかしマレット、そして第16独立戦、そしてこの日、宇宙世紀0080、1月1日、地球連邦政府とジオン共和国の間に終戦協定が無事に締結されました。これで終わったのね。ああ、俺たちの戦いは終わったんだ。歓喜の声を上げる人々、悲哀に打たれ崩れる人々、誰もが信念を貫き、そして戦ったこの一年を決して忘れはしない。ルース、ようやく終わったよ。これでいいんだよな。